フレミッシュハンティングデッキの52枚フレミッシュハンティングデッキでトランプを競り落とした。ケンターはこのデッキをしばらく売らずにいたが、トランプをコートのポケットに入れたままアムステルダムをサイクリングしたこともあり、後に彼が使っている保険会社からこうした行動を慎むように言い渡された。ケンターはこのトランプを売るときは絶対に銀行というセキュリティの厳しい場所で、 公開してからオークションにかけるのが良いと考えた。1983年12月6日、ロンドンのサザビーズで競売にかけられたこのトランプは14万ドルの値がついた。この時落ち札したメトロポリタン美術館はこのトランプを黒いスターズコレクションに加えている。ありがとうございます。